東京競馬11レース今日のメインレースは第26回ユニコーンステークス G3 が 5600m 大井から5番ニューライターを迎えて16頭によります一戦です。3歳のダートの重賞競争、過去6年のこのレースの勝ち馬は後に G1 級のレースを勝っています。ダートの出世レースの一つユニコーンステークス、今年はどの馬が制するでしょうか。ダートコースコンディションは主上空雲が広がっています。2コーナー芝道で今ラペルーズが4番ゲートに入りました。各馬の枠位を確かめて最後はルーチェ道路16番ゲートの後ろで待っています。誘導されてルーチェ道路16番ゲート入ってゲートイン完了スタートしました。7番ケイタイオレージが後方からです。芝の上先行争い、整っての各馬が好スタート。14番カレンロマチェットの松先頭に立ってダートに移ります。2番手15番サバ、13番ビッグカメハメハ、そして二の足がついて10番クロバーキを先頭に並んでいきます。インコース5番手1番ゲンパチコミさん、前が5頭を受けました。12番ノーベルが6番手を追走、7番手は3、4マシン相手、3番ティアクリオン、4番ラペルーズ、16番ユージェロー、9番ラックラーメットの1番です。今審査中段、おっとここで1頭落馬、13番ビッグカメハメハが内立ちに接触落馬してしまいました。3コーナー残り 1000m の標識を過ぎました。中段ラペルーズの後ろは2番スマッシャー、9番ブラックアーメント、11番ビモーレ、7番ゲイアイドウェイジ、後方3頭は6番クリーンスレイト、5番ユナイター、最後方8番のサンライズウースです。3、4コーナー中間、これから4コーナーに向かります。先頭はタッキー、10番クロバーティオです。リード2馬身取って逃げます。2番手14番カレンロマチェット、15番サラが3番手、ピンコース4番手の1番ゲンパチコリザ、4コーナーカーブから直線コースに抜きます。5番手はディアプリオン、そしてゴーベルです。直線コースの攻防です。先頭10番逃げるクロバーティオ、400を切って坂を上ります。迫って15番のサバ、今度は先頭に入れ替わります。3番手インコースが1番ゲンパチコリザ、4番手以降からは2番スマッシャーがぐん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 追い込んでくる。あとはケイアイロベージも足を使って残り100を切りました。内立ちの15番サバが先頭に伸ばさまし、2番手から次より2番のスマッシャー上がってくる。3番手から7番のケイアイロベージ、さあ2番のスマッシャーがサバを捉えました。2番スマッシャー先頭で降り、2番スマッシャーユニコーンステークスの制覇です。2着に15番サバ、3着は7番のケイアイロベージ、なお13番ピンクカメハメハ道中で落馬競争中止です。タイムは1分34秒4。中段後方指を追走していた2番スマッシャー、直線は1頭目立つ動きを見せて先に抜けた15番サバを捉え切りました。7番ケイアイロベージ最後に追い上げましたが、これは3番手まで勝ち台で1分34秒4。上がりはゴールまでの 800m 48秒5、600m は36秒4でした。さて内足に接触落馬した13番ピンクカメハメハ、騎乗北村博士騎手はまだ立ち上がることができないようです。東京競馬11レース第26回ユニコーンステークス G3 マジェスティックウォリアー3区の2番スマッシャー、管理する吉岡達也調教師は開業2年目で重賞初制覇、鞍上は酒井隆成騎手です。到達順すんなりと発表されました。1着2番